あ、始まってるやん。いけてるわ。とりあえず膝小僧映しとこうかな。これ、皆さん、こんばんは。これが僕の膝小僧ですね、これ。そうそう。ちょっとここに穴、今、あざがあるんですよね。ここに膝小僧に、ここね。なんか、あざできてんですよね、ここに。ねえ、ちょっと痛いな、これ。ちょ、これさ、ゆうたくん入れる？これでも、足にしておいた方がいい、ね、多分。あ、そういうことですか。そう。できそう。できてそう。ですね、今からラジオなんですけど、今日はちょっとお仕事の都合で、日本にいないんで、今日はベトナムから、今日ベトナムからのラジコの、ラジコで生配信ですね。今、ベトナムのホテルで、足移してます。いけんのか？ちょっと今、そうなんですよ。ちょうど今、ベトナムにいて。はい、え？面白くないことも笑って。あ、片寄せくん。片寄せくん、帰国したら会いましょう。そう、皆さん、あと5分ぐらいで始まるんで、ラジオ。よかったらっていうか、ぜひでも遊びに来てください。あ、来た。これどうよ。これいけてんのこれ。アジノアザーベトナム。そう。ここが多分ちょうどホーチミンになるのかな。そうなんですよ。あ、ユータ、今ベトナム。何？他の、いや、だ、リョータ君は今コメントしてくれてる。うん、今、インスタライブ。あ、ちょっと今、インスタライブで告知してんの。ちょっと静かにしてもらって。ちょっと。今盛り上がってるんで。あっ、まずあるわ。カレンちゃん。カレンちゃん。カレンちゃん、ラジオ来てくれる？来てくれるかな？来てくれんの？カレンちゃん。竹下一生さんと片寄涼太さんじゃん。今コメントをしてくださってる方々は、漏れなく来てくださいね。うん。そう、ちょっとこれね。足ライブ。すっぴんだから、膝と足の甲でお届けしてんのよ。ゆうたくん。ゆうたくん足しびれる。やばい。血流やばい。今日ちょっと、コンディション悪い。血流やばいよね。やばい。色味がやばい。でもさ、俺足の指さ、結構しんでるかも。俺親指結構しんでるかもな、これ。天使も見てんじゃん。汚れって言うなよ。爪きれいにしてるよ。小指死んでるわ、俺。見て。やば。これやばいかも。天使君見てる。あ、ごめんね、みんな。コメントありがとう。でも、ただのラジオの告知なんだ。天使ラジオ来てよ。天使、深い時間に毎週ラジオやってるから、もしよかったら来て。あ、ビッグミホー見てるよ。ミーホーやば。ミーホーザップ。ビッグミホー、look my pinky, pinky. my pinky died today. 何言ってんのこれ。あと2分で始まりますよ、皆さん。うん、天心くん、わかりました。本当に、夜更かし大丈夫？天心。確かに。うん。7時には枕に埋もれてるって聞いたけど。もうほら、
田村真由さんがもうこれエンディング始めてるわ。うまい。もう、田村真由さんがエンディング始めてるわ。やばいやばい。もうこれもう始まっちゃう。もう始まっちゃうこれ。ああ。公開されてますよ。今、オルギスさんを。オルギスさん晒してます。足と、今日は足と尾口でお届けします。晒されてるやん。たまる化身始まります。皆さん待ってます。 YouTube でも聞けるんでお願いします。はい、失礼いたします。